アバガ、アバガ、モンゴル語、中国語、アトモエとは、モンゴル民族に属する部族の一つ。本来は、オンリューと同様に、チンギスカンの小党との子孫を王としていただく、集団の総称であったが、新代以降は、本来の意義は失われベルグ帝を子孫とする特定の部族の名称として用いられるようになった。アバガとはモンゴル語で、おじを意味する言葉であり、現代には、 モンゴル帝国のハーンにとって、おじにあたる、アズマミチショウのことを、アバガと尊称していた。これが転じて、北元時代には、アズマミチショウの末裔を尊称して、アバガと呼ぶようになった。実際に、ベルグ帝の公営だけでなく、女チカサルの公営である、ホルチン部も、アバガホルチンと称されている例がある。1206年、モンゴル帝国が成立した際に、チンギスカンは、 自身の諸子小王党と6人に大規模な文法を行ったが、ベルグ帝はチンギスカンの異母帝であるために、同格の文法を受けることはできなかった。モンゴル帝国初期において、ベルグ帝は皇帝としてではなく先任隊長として扱われており、その分放地もモンゴル本土ではなく、両政地方の高安市であったとみられる。後に、ベルグ帝家のジャウドは法地にちなんで、 高安相に封ぜられ、以後ベルグテイ家当主の多くは、高安相と称するようになった。北斗時代初期における、ベルグテイ家の動向は不明であるが、エセンハーン氏後の混乱期にベルグ帝末である、モーリハイは急速に勢力を拡大した。モーリハイは、オンリューと処部の中で最大の勢力となったため、モンゴル年代期で、オンリューとのモーリハイと称されている。モーリハイは、 モーラン・ハーンを擁立することで一時モンゴリアの最有力者となったが、後にハーンと結立して、これを侵略してしまったため、ホルチンブのボルナイによって殺されてしまった。モーリハイの死後、息子のオチライモベグ・アルスランと組むなどして、活動していたが、モーリハイ時代の勢力を取り戻すには至らず、この後、ベルグテー家の消息は長らく不明となる。代に編纂された史書では、 オチラインの孫バヤスクブイルグトノヤンに、のみ、タルニという子があり、タルニがアバガブの子孫となり、のみがアバガナルブの子孫になったと記している。アバガブはやがて成長に降って、シリンゴルメエアバガキとされ、中華人民共和国のアバグバタに至っている。18世紀に編纂されたモンゴル年代記の一つ、シラトには、ベルグ帝から、信頼のアバガブ、アバガナルブに至る家系が記録されている。 ベルグテイチンギスカンのイボ帝で、アバガブの演奏。マンドゥ、ベルグテイの息子。しかし、原子や、修士といった基礎資料には、名前が記録されていない。シギ、マンドゥの息子。ノムカンボロ、シギの息子。モンケテグス、ノムカンボロの息子。エンケテグス、モンケテグスの息子。アグーガルジャグー、エンケテグスの息子。ナブチン、ボロ、アグーガルジャグーの息子。 クルナブチンボロの息子、ナマナクチャ、クルの息子、ジョシム、ナマナクチャの息子、タビル、ジョシムの息子、モンケ、タビルの息子、モーリカイ、モンケの息子、オチライ、モーリカイの息子、バヤンノヤン、オチライの息子、バヤスクブィルグトノヤン、バヤンノヤンの息子。新思考などの詩書ではこの人物からアバガブ、アバガナルブ家系の記述が始まる。 バイアンデルジャー1998 4から5ページ杉山2004 36から37ページありがとうございます。